簡単お料理やってみよ。今日はほうれん草のソテーを作るよ。ほうれん草は水洗いしてザクザクっと切るよ。ザク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 ッ。フライパンに茎の方から入れるよ。ベーコンを1センチくらいに切るよ。ほうれん草の上にベーコンを乗せて火をつけるよ。火加減は中火。軽く混ぜ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 。バターをポトッと、胡椒をフリフリ、火をつけるよ。お醤油はタラッと。だいたい混ざればオッケー。おいしそうにできました。ベーコンとほうれん草はキッチンバサミで切ってもいいよ。